OK、はい、本付け終わり、うん、ちょっと本付けが終わったんで休憩します。一回切ります。プロの溶接の方が終わったんで、これ下はつけてないねんな。今回は下はつけてないねんな。今回はつけてないです。ほんまは頑丈にするんやったら下も溶接した方がいいんですけど、まあ僕これテーブルとして使うんですけど軽いものしか置かない予定なんでもうええよって言っていつもはするんですよね。いつもは、まあ、ほんまはした方がいいらしいです、まあ、今回は省略します。時間の問題もあって、じゃあ今からハッカー編行くんで、まずどっからのスタートになるんですか。そうですね、とりあえず今から鉄筋の位置を決めていくんで、ちょっと寸法を、これですね、例のシャープみたいな。あ、そうですね、はい。あ、寸法とかもちゃんと取るんですね。そうですね、やっぱ取らんと綺麗に仕上げれないんで。はあ、はあ、はあ。寸法が900等なんで、はい、ここに2本乗せるんで、はい、900等やから3で割るんですよね。で割るから 303.3 なんで、計算早いですね。いい。で、じゃあ303のところに印を付けていきたいと思います。はいはいはい、910を3等分して303で今から記していきます。やっぱこういう計算とかもしなあかんから結構頭使いますね、現場でもね。まあ、うん、まあ現場やったら、まあ、携帯をポチポチっと電卓を弾いていきますけど、303と606のところに記をするわけですね。そうですね、やりきりなんですね。いや、右です。やりにくね。まあまあ。あ、深夜いつもそっち派なん？右手でつけるの？うん、右手でつける。器用やな。そう？うん。僕はいつも左。そう考えたらどっちやろ、わからない。けど多分右ちゃうかな。右か。左やわ。左？俺はいつも多分左やわ。で、右手じゃないと俺、かかれへん。左手があんま使われへん。ああ、なるほど。まあ、それも人それぞれやもんね。慣れやね。そして、はい、怪我えたんで、はい、とりあえず鉄筋を置いていきたいと思います。乗せていく感じですね。そうですね。これが、1メーターのやつですね。そうですね、1メーターの。で、だいたいざっくりとこういう感じになる。こういう、まあ、こういう感じで仕上がる、はいはいはい、って感じですかね。わかりました。そしたら今からハッカーで、はい、結束線と一緒に止めていきたいと思います。はい、このハッカーをまず見てる人はあまり分かってないと思うんですけど、ハッカーをどうですか、はい、これがハッカーってやつですね。そうですね、これがハッカーですね。はいはいはい、これ鉄筋屋さんやったらもうみんなが使うような。そうですね、みんなが使う感じですね。やっぱりこれはあれですか、職人時代を練習とかして。ああ、練習もペーペーの時はもうずっと練習しましたね。暇な時初めはやっぱ下手やったんですか。めちゃめちゃ下手でした。今もだいぶもうブランクあるんで下手ですけどね。彼は10年ぶりに今僕のためにねやってくれてるんで、その素人というか見習いの鉄筋屋さんのためにこうやったら失敗するよみたいなあれば。あ、失敗作ですね。失敗例というか失敗例、失敗例か。とりあえずここ、はい、鉄筋を何も押さえんと、もうそのままもう何も力も入れんとくるか、はい、っていうこういうのも失敗になりまして、はいはいはい、でこれもここだいぶゆるゆるなんですよ。意味ないってことですね。意味ないんで、でこれをこうしっかり締めたら硬くなるんですけど、でもしまだ締めたりひんなと思って締めてしまうと、ここがガンジョやな、こいつガンジョやる
大丈夫、カットできるから。できる、うん、これがこうやって飛んでいきます、はいはい、締めすぎすぎたら切れるし、そうですね、はい、締めへんかったら緩いし、緩いって感じですね。あ、これは緩いな、緩いですね。で、それではこれ取ります。はい、ペンチで取る、ペンチで取りますね。さっきのをまとめると、これを他の手とかで押さえてなかったから、例えば寸法じゃないところに動いてしまったとか、そうですね、はい、が一個の要因と、もう一個はあまり締めれてなくて、そう、うん、あまり締めれてなくて固定されてないとか、2個目 で、うん、で締めすぎてちぎれた、ちぎれた、そうです。大体この3つぐらいですか。そう、あとそのさっきちょっとやりにくかった、はい、こうもしちゃんとやってなかったら、こう回してるときにこう、今のは下に引っ張ってないところですか。そう、上に引っ張ってないから、もう何も回してへんかって、はーはーはー、そのままスポット、ハッカーにかける負荷を上に引っ張ってないから、そうですね、滑って、ほんなら横に人がおったりしたら怪我するわけですよね。そうですね、空振りして。僕より説明うまいですねいやいやいやじゃあ今から本番的な感じですかね。そうですね、ちょっとくるくると、今このマジックのとこに合わしました。合わして、で、左右のデーをちょっと今から調整して、やっぱそういうとこもちゃんとするんですねさすがやな。ちなみにその左右のデーは、は、400、40にしました。4センチですね。そうですね、4センチ4センチ出る設定です。あ、左足で押さえるんですね。これが今失敗しましたあえてでしょここ俺もで、これで止まってる、はいはい、感じで、わかりました。今結構早かったんで、次はちょっと回転しながらやってもらえたら嬉しいですね。でここに当てて、当てて、今はまず寸法のところに当てて、そうですね、当ててる感じで、でここを鉄筋を押さえて、斜めにやってるんですかこれ。そうですね、斜めにこう、ほうほう、ここにやる感じで、斜めにかける、はい、そうですね。でここ上に引っ張って、あ、すいません、ここの長さとかはこれぐらいがいいんですか。は、僕はこれですけど、長い人もやっぱ長いって言ってますね。それはじゃあ人それぞれで、そうですね、それは人それぞれ、ね、正解はないというか好み、そうですね、はい。でこれも一応フリーなんで、一応足で僕も押さえて、で上げ、こっちを引っ張って、こっち左手でも引っ張って負荷をかけて、はいはいはい、で僕はここをくるくると、あ、一回回すわけですね、回します、でここでも引っ張りながら、でここをかけて、これを下に引っ張って、ほうほうほう、ここをくる、はいはいはい、くると、あ、今2回ぐらい回しましたけど、これは感覚ですか。そうですね、感覚で、閉まっていたここの感覚で、あ、閉まってるなって分かるようになります。はあはあ、ガチガチになってますね。そうですね、僕らは、もし、はい、また強度を上げたいときは、はい、さっきはこっちから入れたんですけど、はいはいはい、こっちから入れたんですけど、次は逆方向からこの黒